下でご搭乗いただきましてありがとうございます。本日は乗り換えの経由を神川までお願いします。今ね、御免町から3つ目の御免西町で下車しました。まあ適当にね、どこでもいいから途中下車したかったんですけど、まあちょっと一番前にね、先に座られてしまって、前面展望があまりできそうになかったので、まあさっさとも降りちゃいましたね。で、ここは、その辺まではね、まあ併用軌道で、線路が真ん中を通ってるんですけども、ちょうどここで切り替わってね、右こっちから見て右側が道路、左側が線路という感じになってますが、これはもし次まで歩こうとすると、これはここには歩道がないから渡ってから行けってことか。はい、こちら、歩道橋、そっちがね、市役所なんですけども、南国市役所ですね。市役所直結型の歩道橋なんていうのはなかなか見ない気がしますね。そしてやっぱりこれは架線、いやでもこれは架線ではなくただの電線か、ガス線よりも電線が動いてるか、ごちゃごちゃしすぎてて、どれが路面電車に、電気を供給してるやつかわからないですね。こう見るとやっぱ線路は結構幅取るんだなっていうのがわかりますね。今ね、南国市の中心の御免町から、まあ高知市内の方に向かってもちょっと歩いてるんですけども、これは歩道がないですね。 こんなにね、なんか、人通りもそこそこありそうな道なんですけどもね、怖いな。これはこの辺は一応専用軌道扱いということで、踏切もちゃんとあるんですね。で、向こうから来たやつは、これはアンパンマンラッピングですかね。はい、ちょっとまあ車があれですけど、デカデカとね、アンパンマンとバイキンマンが置いてますね。で、その辺に、停留所があるっぽいので、次はそこから乗りましょう。あ、ちなみにこの道路ね、195号ですか、国道の。ちょっとおにぎりがあれば取りたかったんですけど、ね、残念ながらないようですね、ここは。駅間がめちゃくちゃ近いことで有名な一条橋と、そして目の前すぐそこが清和学園前ですね。今、電車がまあそこの駅に止まるところですけども、めちゃくちゃ近いですね。60メートルとかいう話でしたかね。はい、まあ、せっかくなのでね、降りてみましたが、はい、あ、そこにおにぎりがあるじゃないか。それを取りたいな。ここが国道195号ですね。はい、で向こうに見えてるのが、まあ、清和学園というやつで、まあ、清和学園前の、停留所っていうのは、まあ、そこに向かう、生徒たちのために、まあ、建てられたような、建てられた、であってるか、やつね。わぁ、逆光だけど、反対側もある。はい、ここが一条橋で、もうすぐ先が清和学園前。これは、まあ実際100メートルもなさそうですね。1、2、3、4。
この辺90歩ぐらい、80センチぐらいなんで、72メートルぐらいかな。適当ですけどね。はい。で、まあ、川があるんですけども、まあ、向こうのね、一条橋の停留所からだと、そこの清和学園に行くのに、まあ、この川を渡るのがちょっとめんどくさいということでね。まあ、川のこっち側にも、じゃあ、停留所を作ってしまえばいいじゃないかということで、作られたらしいですけどもね。はい、じゃあこの清和学園前から次は乗りましょうかね。はい停留所一つ分がめちゃくちゃ楽、歩くのは。次が31分アンパンマン。はい、船渡で下車しましたもうなんか、寄り道しまくってる感じですけどもね。まあ今日は1日券を買ったので、こちらですね、このスクラッチタイプのねやつですけども、まあ、乗りを一遊という。で、ここは、まあ私が泊まった方はね、まあ一応ちゃんとホームはあるんですけど、これ反対側のこれ、まあ停留所がこれも完全にこれは道路ですよね。ここで待つのはね、まあ相当厳しいものがあると思うんですけどもねまあこっちのホームもなんかこれホームと呼んでいいのかどうかわからないようなね。地元の方はどうしてるんでしょうね。俺はね、おつおつはい。で、次の列車がね、また4分後ぐらいに来るみたいなんで、まあ適当にここで待ちますが、はい、ちなみにまあそっち、ここ川があるんですかね。その向こう側はなんか普通にマンションとかありますね。いやこのすげえな本当に。